ラクサはガランガルやターメリックなどの香辛料が効いた東南アジアの麺料理。中華系の子孫を意味するババニョニャの料理を代表する食べ物である。マレーシアやシンガポールにおいて一般的に見られる。サンスクリット語の多くのを意味する単語が語源。ラクサは地域により違いが非常に大きい。共通点は出汁が普通は肉ではなく魚やエビから取られることである。 このようにラクサは、ニョニャ料理から発達した麺料理であるが、ムスリムに禁じられている豚肉が使われていない。そのため、ラクサはムスリムでも食して差し支えない料理とされ、ムスリムの多いマレーシア全土で食される料理となった。麺は米粉を使った押し出し麺で、料理名と同じラクサと呼ばれる。ペナンでは、この麺を使用した麺料理をラクサという。また、この料理の特徴となる酸味と、 辛味は、タマリンドジュースと唐辛子によるため、材料として必須のものとなっている。マレーシア、クチンの皿はクラクサ皿枠集に多い。鶏の出汁が強いスパイシーなココナッツミルクのスープに、極細の米粉麺が入っており、鶏肉、エビ、もやし、錦糸卵が主な具となる。皿はクラクサを特徴的つけるのは火を通さない生の、もやしと名産の黒胡椒のトッピングである。 サンバルとライムがお好み調味料として小皿で供されることが多い。ウィキメディアコモンズにはダクサに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。